DJ 社長です。いいです。 DJ ワキです。 DJ マルです。ありがとうございます。4人揃ってペペペフォックスです。はい、生配信ぶっ通しでもう3日間ぐらいやってますから。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、この写真集撮るために生まれてきたって言っても過言じゃないんですけど、ね、やっぱこの日のためにね、うん、この前日と言わずすごい10年前、20年前ぐらいからここにこの渋谷の日までもこの撮影も負けてね、うん、そのために整形したっすもんね。だし、まあ、生き方すべて上京したり大学をどう選んだとかも全部、はいはいはい、そのためだけにやってきました。この写真集に全部つながってます、うん、はい、全てがここに。そうです。じゃあ前日ではなくもう生まれた時から、はい、そうですね、うちのお母さんもこのために産んでますから。はい、つけ焼き場じゃないですか、ね、はい、そうですね、その辺のやつだと一緒に住んだってことですよね。間違いないですね、まあ、このために産んでるんですから、ね、ここで爆発できないどうすんのって話じゃないですか、ね、ここで美女爆発するためにね、うん、はい、本当に皆さんすごい肌とかもめちゃめちゃ綺麗だなと思ったんですけど、なんか特に美容みたいなことはされないまま、そのままの姿で。めっちゃその日のずっとダーマペン、あずっと毎日2ヶ月間ぐらいグリグリしてるダーマペン、はい、針治療、はい、毎日ハーブピーリング、はい、もうやりっぱですね、はい、常に。じゃあ一番美容みたいなのを気にされたのは、一番、はい、はい、はい、もう大体もう30年間も30年40年は、そう、ね、はい、歩く美容学校みたいな、はい、そうですね、美容学校に足生やしたみたいな、受験行くだけでも採用は決まるっていう。はい、うん、あんだけの量の写真を3日で撮ったことがハプニングですよ。確かに確かに、あんな分厚いと思ってない、我々3日間で撮ったと思ってないですよ。さすがに1週間ぐらいかけてるだろう。確かに確かに、はい、一瞬あの宝島社からもやっぱね、1週間ぐらい開けてくれって言われたんですけど、とてもあの海外とのスケジュールといろいろ詰め込んで、はい、あそこを3日にしてもらったんですか。はい、もうそれがハプニングです。まあ確かに宝島社からしたらそれがハプニング、はい、本当に一番のハプニングはやっぱ2日目うちだったし、うちの銀行は寝坊しました、ね、来なかった、はい、確かに寝坊しちゃいました。はい、ちょっと誰かは寝坊してるんじゃないかな、はい、まあそれは正しい。で顔がパンパンすぎてサングラスをつけさせられる。それも20年前からずっと20年前から、ね、仕込んでたんだ、ね、そのまま仕込んどうもんね、そうそうそう、常にそれが、はい、そのためにサングラスを開発されたんだね。そうそう、あ、なるほど、みんなつけられるために、そう、はい、で今日メンバーが一人来れなかったこともハプニングです。それが正直一番の一番のハプニングです、はい、確かに一番のハプニングだわ。あ、来んのやっていうね、うん、もうあ、来れんのや、来れんのやしゃあないなと、うん、出る前じゃ、出た後に来れないんだっていう話、うん、今日ここに来て来れないこと知りましたから。まあでも言葉を選ばず言えばやっぱ圧倒的プロ意識の低さ。そうですね、まあまあまあ、うん、はい、ライブ前とかにも話してたんですよ。すごいねって、あの他の歌手さんとかはそのライブとか結構休まずちゃんとなんだかんだやってみたいな、うん、いやまあでも普通整えてくるんやない、確かに。体調管理、体調管理、もうでもみんな結構睡眠不足とかは限界に近い、そうです、ね、もう崩す一歩手前ですね。今はい、はい、後ろで寝られてましたもんね。あ、もう、はい、今も寝てるって言っても過言じゃない。失礼や、失礼や、記者会見で今寝てます。失礼や。宝島社の方が決めました。あ、はい、こっち側で決めてないんや。決めてないです。あ、はい、そうだった。まあでも似合ってますよね。うん、はい、はい、まあ、これらやっぱ自分たちじゃなくて、はい、イメージ通りつけてくれたんでしょうね。うん、はい、気に入ってます。はい、まあ、最近も炎上万博とか開いてるし、まあ確かに、まあ、今後はあの日本の炎上ごとのなんか、なんか総括みたいになれたら嬉しい。炎上総括、はいはい、じゃあ悪いことしかせんや。間違いない、これからもいっぱい炎上。いや、 やっぱ炎上万博って格闘技開いてるんですけど、やっぱ炎上した人たちをこう集めるようなあれするんで、うんうん、まあそれの主催である我々はもっと炎上しないのってことですか。やっぱ大炎上じゃないと。まあ確かに、はい、そうですね、はい、これからも大炎上していくぞっていう意味は。はい、もちろんです、はいはい、でもあれですよね、はい、他の人たちがちょっと炎上してるのを消してあげるっていう優しさもありますよね。そうですね、優しさから来る炎上ですもんね、うん、これ、はい、深い話ですね。
深いですね。そうです。深いの僕たちが炎上することによって、あの他の、あの炎上で苦しんでるインフルエンサーたちの心をや、なんか柔らげる、うん、優しい。もっと炎上してるやついるぞと、はい、昨日も演劇来てめちゃめちゃコメント欄荒れてたんで、はい、この大炎上渡してこれ読めって言ってたんです。炎上した人の心を癒す内容みたいな。そうですね、癒されるですか。癒されるっす、まあ、めちゃめちゃ、まあ、癒された。多分傷ついた心が。そうですね、大炎上で、はい。まあ、そういう本ですからね。社長はどこのページが気に入ってたんですか。どこのページ、うん、表紙かな。ページじゃねえし。ページでもなかった。でもありすぎて、そうす、どこを切り取るか悩むよ、ね、うん、もう頭から行くなら結構すごいですよ。1月から1年っていうくくりでは言えないぐらい、はい、ジェットコースターみたいな1年だったんで、はい、濃かったね、今年1年ね。濃かったな、うん、もうなんか、仲間なんて再生数30万ぐらい落としちゃったよね。確かに、はい、前半もっと落ちちゃったかもしれない、20万ぐらい落ちちゃったかもしれない、ね、はい、はい、まあ、なんですかね、やっぱ YouTube で僕たち結構割とうまくいったのも事実なんで、ここまで、なんで海外に行った時も、まあ、YouTube とかを使ってうまくいこうと思ったんですよね、うん、でもやっぱ YouTube 向こうの文化もカルチャーも何も分からないし、言葉も全然分かんないじゃないですか、うん、こう 笑わせるのむずくねってことに気づくのに半年かかったですね。、はい、エンタメが違いすぎたっすよね、マジで、うんうん、まあ、そうだし、やっぱ日本人 の、 このトップ YouTuber も、もう本当に日本人が楽しめるように日本語でめちゃめちゃ全力を通してコラボとかもうわーとか企画を組んでやるじゃないですか、うん、まあ、しては僕たちこう日本人にも見てもらいたい、海外の人にも見てもらいたいみたいなのはでもなかなか難しかったですね、うん、はい、それを途中で諦めたんですよ、6月ぐらいで無理やって言ってバーンってやめて、途中まで字幕2個入ってたんですよ、タイ語と日本語だったりインドネシア語と日本語だったりとか、そういう風に入れてたんですけど、もうそれスパッともう何月に終わったっけ、4月かに終わったか、4月、もう4月4ヶ月で諦めて、4月でスパッとやめて3ヶ月ぐらいサボった後、7月ぐらいから、あのガーシーさんと絡んだ時ぐらいからスタートして、そこから帰ってきてブレイキングダウンだったりとか、はい、あとはもう僕たちなんかいろいろ令和の虎とかわーみたいな、ああいう感じで立て直しました、頑張って、はい。お二人がお話しさせていいですよね。そう、まあ、どんなやったっけ、まあ、やっぱ海外の人とかにも聞きやすいようにやっぱ耳心地っていうんですかね、そのメロディーとかをやっぱ意識して作ったよね、作ったのと、あとやっぱなんかシンプルにやっぱフィーチャリングをしたので、うん、相手のやっぱ実力っていうか能力的にもめちゃくちゃちょっとやばいのができたので、ちょっとそのレコーディングしに行った時に一緒にレコーディングしたんですよ。そうですね、コラボしたアーティストさんと、はい、レコーディングした時にあっちのレコーディングを聞いた時に、あ、これはやばいのできるかもしれない思ったね、思いました。それは聞いた時度肝抜かれたっすね、度肝抜かれて、大木さんがマネージャーから職種までなんだった。確かに確かに、最初は店長でした、はい、バーの店長ですよ、もともと。はい、なんかクラブイベント主催したりとか、確かに確かに、はい、そこからバーの店長になっていつの間にかここにいます。はい、すごい。じゃあ振り付けは、振り付けは、はい、振り付け、エクソエクソの振り付け、あれだけヒットしたと思うんですけど、最初銀太に振り付けを考えてほしいって言われた時に、振り付けなんて考えれるかなって思ったんですけど、でも TikTok 多分一番見てるの僕だったんで、それとなくつけた振り付けがめちゃくちゃバズるっていう。上半身だけにしたのすごい良かった。上半身だけで、まあ、意識したことは2つあって、うん、上半身だけで誰でもどこでも踊れるような踊りと、うん、あとは顔が隠れない、うん、エフェクト系じゃないですか、割とエフェクトだったり加工系だったりするので、うん、顔のエフェクトが外れなかったりするような感じで女の子にも受け入れられるかなと思って作ったら、あそこまで行ったんで、はい、結構間違ってなかった。声かけたのが銀河さんだったんですね。はい、振り付けしてって言ったのは振り付けしてって言ったの寝とろ寝とろ。あとあの YouTube について聞けるのが最後かなと思うので、はい、皆さんの思い出の企画を、忘れられない企画を、忘れられない企画、忘れられない企画、いろいろあるわ確かに。
や僕はやっぱ一番最初に動画に参加した心霊スポット行って、ハンドスピナー忘れてリステリンを一気したことです、はいはい、僕はあれがやっぱ一番一番最初やった、あの場所も行けませんしね、そうね、うん、二度とできない本当に分かんないですよね心霊スポットでハンドスピナーを回すっていう企画が、はい、意味分からんあれそれが一発目なんで確かにハンドスピナーが流行ってたんですね、確かに時代感じますね。でしかもハンドスピナー本当に忘れた。いや本当に忘れた。最終地点の一番のところに来て、やっぱりハンドスピナーマジでねえわ。どうするどうするって言ってリステリン飲んだんですよ。でジャンプやめたっす。ボイが消しゴム食ってます。そんな動画あるっすか？ない。意味わからないよ。いやで僕はやっぱり YouTube を一番最初に始めた動画ですかね。ああ。動画あ確かに確かに初めて1本目 YouTube 始めた動画があの8時間で80万回再生ぐらい多分言ってたんですよ。うわ YouTube バリ簡単やみたいな動画なんですけど簡単やって思って次の日起きたら消えてた1本目の記念すべき動画がバリ簡単やんって思ってめっちゃ早かったよね動画1本目からいろいろ失った今日から YouTube 始めるぞーで1本目に上げた動画がとんでもないぐらいバズりを見せて8時間で8時間80ぐらい多分言ってた80万再生っていう意味わかんないですよ、ね、記録した結果次の日バンでしかも社長が DJ しながらあーそうですあの目の前にお客さんがいて僕が DJ しながらDJ ブースの下でててバレるのかバレないのかってそれ検証動画出したんですよで検証結果気持ちいいって言ったらめっちゃバズって使えるこれ確かに使えますピピピピぐらいで綺麗な動画じゃあ綺麗な動画バンジーあーバンジーは結構印象深いな俺一番最初の丸飛んだっけ飛んだ飛んだ一番最初に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 飛んだむちゃくちゃ怖いんですよしかも体重順で軽い順に飛ばされるんですよあれめっちゃ怖かったですね 100m バンジー人生で初めてのバンジーだし実際見てるテレビで見てる分とかには楽勝なんですよあれってでも立ってみるとマジで怖かったです社長は俺はまあ汚いのを全部封じて汚いの全部封じて綺麗なのでいくとなんかあのやっぱずっとドーム目標にレベルで頑張ってて、うん、でドームが決まった時あるんですよそれをこうメンバーに伝えるっていうのをあのしかもメンバーにも隠しててでやっぱ世間も活動休止って言って世間が活動休止なんでだなんでだって言ってメンバーにもなんで活動休止してるかあんま伝えてなかったんですよ適当にで実はこうって伝えた動画があるんですけどそれはやっぱ僕的にはやっぱなんかこう思い出深いですね。はい、なんかこうメンバーも感動してくれてたし、あれはめちゃめちゃ感動したわ。はい。まあ2021年から海外進出して22年行って、やっぱこう昔みたいな動画戻ってきてくれとか、日本に戻ってきてくれとか、昔みたいな動画更新してくれって言われて、やっぱファンも離れていったし、うん、けどそれって。結局俺たちが海外で結果出せてたらそういうこと言わなかったと思うんですよ、うん、言ってくれって、うん、このまま世界一言ってくれって多分押せたと思うんですよ、うん、結局俺たちが海外ですごいドンとした結果を出せなかったからだと思うんですよ、うん、だからなんか大谷翔平とかも最初結果出せない1、2年があって、うん、その時はファンがもう戻ってこい戻ってこいってファンからすごい叩かれた時期もあるし BTS もそうだし海外進出してやっぱ最初ファンからそう言われるのは登竜門らしいんですよねやっぱなんだかんだけど結果さえ出せば昔みたいに戻ってくれっていう人いないと思うんで結局面白い動画で汚いことやってわちゃわちゃやってるのってまあいつでもできるし誰でもできるっちゃできると思うんですよただ海外挑戦して海外で結果残すって本当にできないと思うんですよ誰でもだから2023年はなんかこう YouTube を引退して悲しく思いさせる分ちゃんと結果出したいなと思いますでやっぱ応援しててよかったって思えるような存在になります。ありがとうございます。